親愛なる兄弟たちよ、この瞬間の喜びは私の心にあふれ出ています。残念ながら、このイベントの上空に配置されている船をまだ明かすことはできません。しかし信じてほしい、それは私の母船ではないのです。小さな船で、ここにいる私の仲間の同志たちと一緒です。そして、選ばれた言葉、この星のすべての住民に提案したいのは、友情です。私たちは長い間、無条件の愛からこの惑星に滞在してきました。2012年、私たちはその到着をさらに強めましたが、私たちはいつもここにいました。そして今この瞬間、私たちのこの惑星への出現が近づくにつれ、私たち銀河の兄弟姉妹が皆さんのハートに呼び起こしたいと思うのは、この感情なのです。私たちは愛を要求しません。何も要求しません。なぜなら、私たちはこの地球とその住民に対する無条件の愛からここにいるからです。おそらくいつの日か、ここにいるあなた方の多くが私たちの軍隊に加わり、他の惑星での解放に参加するでしょう。この戦いに終わりはないからです。それぞれの惑星には進化の順序があり、第三次元は常にその一つです。そしてそこでは悪が蔓延し、悪がその力を行使します。だから、私たちは常に誰かを解放しなければならない永遠の戦いなのです。そして、私たちは大きな愛を持ってそれを行います。私たちは決して不平を言いません。決して諦めません。誰もが最初からここにいて、適切な瞬間が訪れるのを待っています。ご存知のように、私たちの中には、あなたとよく似た人もいますが、多くの人は全く違います。そして、そのような人たちこそ、まだあなたの反応を恐れているのです。恐れているのではなく、人間の本性を知っているからです。あなたは自分自身を差別しています。全く違う存在を想像してください。誰にとっても、簡単なことではありません。彼らにとっても、あなたにとってもです。しかし、私があなた方に持ってきたこの言葉、友情は、あなた方全員と、私たちの間に広がらなければなりません。私たちは、あなた方の生活に、私たちの存在を押し付けるつもりはありません。私たちは、この地球の進化に必要な技術をもたらすだけであり、あなた方が犯した過ちを正すことを学べるようにします。そして少しずつあなた方の世界に友情で入り込んでいきます。友情は常に少なくともあなた方の間では一種の愛をもたらします。兄弟愛、尊敬、友情。私たちはそれを望んでいるのです。でも分かってください。私たちは何も求めていません。今は何かを求める時ではない。私たちは現実を提示しているだけです。あなた方の多くは私たちを知っているから、私たちのエネルギーを感じているから、私たちを見てまるで小さなペットのように私たちを受け入れるのは簡単だと思っています。でもそんなことはありません。私たちはそのことを十分に承知しています。ですから私たちは皆さん一人一人の心の中に友情という感情だけを育んでくださいとお願いしているのです。なぜなら、これが私たちが皆さんに提供するものだからです。この星のために戦っている私たちの無条件の愛、それが友情に変わるように、そうすればいつの日か、私たちは一緒にテーブルを囲むことができ、私が解放した惑星や、私が回避したこの惑星での瞬間について、たくさんの話をすることができるでしょう。言ったように、私はまだ到着したばかりではありません。私は長い間ここにいて、ここにいて、そこにいて、宇宙のいろいろな場所にいます。だから、
尊敬と愛をもたらす友情で、心を養ってほしいです。私たちはパーティーや栄光を求めているのではありません。私たちはただ、攻撃されたり嘲笑されたりすることなく、普通に皆さんの間を歩けるようになることを求めているのです。これが簡単でないことはわかっています。しかし、少なくともここには、私たちに対して何を心に抱いているかを知っている皆さんが大勢います。私が言ったように、私の船はここにあり、この出来事の鬼門を助けています。あなた方が今日受け取っているこのエネルギーすべてに、私たちの愛と力を加えています。理解してください。あなたはただ、何人かの存在が話しているのを聞いているのではありません。ここで話しているすべての存在が、その場にいるすべてのハートにエネルギーを発散しているのです。ですから、皆さんは、ここに来た時とは、全く違う状態で、ここを去ることになります。皆さんのハートに、たくさんの愛のエネルギーが放出されます。そして私たちは、それを望んでいます。ただ私たちの愛を証明するためです。そして、とても近いうちに、このようなイベントで、私たちがどこにいても何の問題も起こさず、ただ現れることができるようになります。あなたに私たちを見てもらうためには、船全体を片付けなければなりません。そしてそれは非常に大きいです。したがって、あなたが私たちに会うという、単純な事実以上に、あなたにとって、より多くの問題を引き起こすでしょう。しかし、私は、この瞬間にこれを言います。あなた方一人一人が目を閉じて、あなたの心を光で満たしてください。そうすれば、私の船が見えるでしょう。感情も、私たちを支配します。私たちも、感情的になります。そして、私が今、ここに、このステージに、ありのままの姿でいたいと思っていることは確かでしょう。そして、それがすぐに実現することをお約束します。あなたがよく言うように、あなたは生身の私を見ることになるでしょう。私とは何かというと、私は非常に微細な、非物質のエネルギーであり、人間も含め、望むものに変身することができます。私のエネルギーが、この能力を与えてくれます。だから、ただ待っていれば、私に会えます。今のところ、私の船しかお見せしていません。そして、あなたが、それを見ることができたことを願っています。心から探した人は、それを見ました。そして私たちは、確かにここにいます。そして私の船、母船は、あなたが望む時に、いつでも訪れることができます。そうすることで、あなたたちが銀河の存在であることの意味を、本当に理解できるようになります。地球から来た単なる人間ではありません。あなた方すべてに感謝します。今日ここで、私が感じた愛に感謝します。そして安心してください。私の船の中のみんなも、この愛を感じています。そして、あなたが、彼らを、とても幸せにしてくれたことを知ってください。ありがとう。